こんにちは、P です。サムブレイクです。今回はね、弓が欲しくて、これスイエラシエラってのかな、なんて読むんですかね。スのちっちゃいのエバラだよね。で、あと今2000いってきて、あと1個まで来ました。こんじゃなんて読むんですかね。これね、あと1個で、見て、レベル5、マックス、5個の壁攻撃の弓が手に入るんですけど、ちょっとね、また手に入れてからまた、そうだね、あれも調整しないとね、ボールもね。はい、ではね、これに行ってみたいと思います。まずね、食事。まあ、いつもの2個かな。安全型、はい、しょぼかったですね。では昨日2000で行ってきたんで、満場ですね。クエストリストを開きますね。待って、あれどこ行っちゃった。あ、なんか1個増えてない。あれ一番上がね、ガイアデルムかと思ったら違うね。はい、でまずね、この人玉取り取るでしょ。まあ地球をこう取りいただいて、あとね、ここに重要な、ヌメカリって言ったかな、これがね重要です。これは絶対取った方がいいですね。あとこれも一応ね取ります。はい。で、食事もしたし、ご飯もした。食事とご飯一緒か。あと、もう、弓も準備してる。今回ね、弓で来てます。少しね、まあ、弓で遊んでたから、弓で来ようかなと思って、弓で来てます。あ、4人取れましたね。力を貸す。ちょっとね、見た目変えたい気もするんだけど、やっぱり、結構、この、多分好きなんですね。このガイアデルムのね、部分を2箇所使っていきます。必要な部分が、何だったかな、あれですね。うわぁ、ちょっと大丈夫。弾取りじゃなくて、VFIでほぼ 100% 入ってます。どこの部分なのかね、よくわからないですね。一瞬で1個しか手に入ってない気がするから、尻尾とかもね、足とか全然上がってないな。ちょっと近くないのに。弓で1回と棒まで2回来たから逆か。やっぱり棒はもう距離感になってるってね。棒も遠目だよね。慣れるしかないんだ。あ、やばいな。いいぞ。これ。エレーションを使ってれば、ほぼ回避はできるんだけど、危ない。ほとんどダメージ与えてない気がするけど、大丈夫。尻尾なのかな、なんかどこなんだろう。ちょっと 100% って書いてあるんだけど、その V 破壊ね、どこの V 破壊なのかわからない。 V 破壊ってどこでもいいから、 V 破壊1個で1個 100% って意味なんだ。
あ、やだね、あふれた。場所指定しないんだね。完全に撃つわけですよね。スタッフやわ。うわっ。かわいそう。かわいそう。これのね、攻略自体は、そのほど、なんていうのかな、危険ではないから、まあ、針がね、もちろん痛いのはあるんですけどね、それだけ、避けられれば、結局、ピオーレがいるよね、喋れば、あれがいるよ。ちょっと、あ、これ、ピオーレね。こういう破壊点出ましたね。多分これでも 100% なんだと思うんですよね。だから最低1個は手に入るんだけど、逆に1個しか手に入らないから、3個必要だから3000ドラフトなのかな。ちょっとわかんない。ちょっと知らん。だからね、最初の、もちろん、ヌメカリは、まあ、人騙しではね、皆さんも飲んでると思うけど、そこがまとめと、ヌメカリは必須かと思います。あとはもう範囲は、それほど難しい範囲はないから、まあ、要は私あんまり聞いてないんだけど、ちょっとこれはね、これは岩の下に隠れてなきゃいけないのに、はい、あ、スキップしちゃった、ごめんスキップしちゃったね、ごめんね。岩の後ろに隠れてればね、大丈夫なんだけど、ちょっと気づくのが遅かった。で、第2段階ですね。第1段階ダメージ与え、ある程度与えると2段階目に進みますね。弓だとね、結構。余裕が、見逃さないからね、ついついさっきみたいな見逃しちゃったの。まあ、どう見ても炎だから、氷切ったなと思ってるけど、あんまり関係なくて、気がするし。今みたいな喋るんだけど。うわ、あ、これあれなんですか。なんか、やばいです。正面だったね。あ、でもね、今もね、大体、ラスボスみたいなのを何方だったりね、してたけど。これからの、あ、登るね。登るということは、あれが出てきます。職者の、何でしたっけ、これ。バリスタ。行くぞ。バリスタは、もう赤いところ。P の人の方がいいよね、ちょっとね。結構ね、まあ、もちろんメンバーによるんだけど。全部この3つ3箇所かな、押せれば落ちてくるんだよね。でも倒せきれないと落ちてこなくて攻撃が来ちゃいますね。いや、これ惜しいな。びっくり。ちょっと届いてなくない。なんでここ来ない、なんでここ来ないの。
全然よくわからない。やばいな。もうちょっとなのに飛びつかないんだよね。この間ね。最後に黒いやつ動かなかったのに、上にね、足が動かなかった。今だからもう離れるしかないんだ。でも今はね、頭に、背後のところに落とされば、ひっくり返って落ちてくるんですよ。で、チャンス、どうなんだろう。なんだっけ、あ、それが上に行かなかったらいいよ。距離がごめんね、ライトが有利になっちゃってるから、もうでもまだまだ結構ね、昨日弓もやってたんだけどね、まだまだ距離が甘いですね。何か落ちたか、爪が落ちてるね。尻尾が落ちてる。いい感じ、いい感じ。まだまだね、規制距離もいつものダメージが出せるわけじゃないから。ダメージ。あ、でもね、それなりに戦力にはなってんのか。あ、V 破壊はあるね。多分こいつ揃うと思うんですよね。あ、やばいやばい、やばいです。あ、うわ、はい、最後は当たっちゃったけど、ほんとこの会議優秀だよね。ホントボーガーにこれ欲しいわ。あ、これ元気に落ちた。あ、だから接続に、で、次、キビンは、ビンを外しておくと好きですね。距離が、なかなか出ないからね。まさか食っちゃう。あ、待って、待って。あ、また登る？あ、来た来た。待って、ごめん。あー、ちょっと行くぞ。大活躍ね。いいをしてます。早速ながら時は少しはいいんだけどね、初めに来た時はね、あの B を下がってやってたけど、まあそういうのをね、落とせたんだけどね。まあね、今日が3回目、その前に2回、あの、ローブを振って2回来てるから6回くらい来てるけど、落とせたの2回ぐらいですね。まあね、あ、惜しいね、これ。もしかして上から落とさないとダメってこと？最後届かなくなっちゃったもんね、最後に。あ、これも落ちます。落ちたね。これはラッキーなパターン。ラッキー。完璧です。え、なんでこれ射程外？え、なんでこれマークが射程外？なんだなんだ。あ、青くなりません。いらっしゃっていきます。正面に行っちゃったよね。いいね。悪く思わないで。あ、今度全部当たった。強い、倒れてるからね、当たらないといけないよって言われてる。あ、次元気になってるよ、マジか。あ、終わりました。結構よかったね。私はね、落ちらなければとりあえずまあ次です。だんだんとね、打てるようになってくると思うから。うわ、これ揃ったんじゃないかな。どう？ V 破壊だからね。楽しみ、弓楽しみ。全箇所5だよ、レベル5。トラ
ますね。あれ、なんか爪持ってるね。あ、今のは爪。いや、尻尾爪忘れた。そんなことないよね。え、大丈夫だよね。やめてね。もうまた、もう一戦とやだよ。まだやっぱりね、距離感が甘いんですね。あ、見て見て、素材が揃いました。やったー。もう一個どこあってんの？これか、爪だから、尻尾どこだ。え、尻尾取れなかったよ。やり遂げました。よし、これでね、弓が揃いました。よかった。あ、この弓はね、ステップアップして作る弓じゃなくて、もう単純に、その1個だけで作れる、もう最高ランクだよね。ただどうなんですかね。入れられるスキル、参加者、まあ、もちろん入れられないから、今ハンターランクいくつか来た。まだ82だね。100はちょっと。もう、マスターランクの70のね、バルファルク、うん。勝てたんだけど、うん、ちょっとあまりにもグダグダだったからやめました。動画にできなかった。また後でいきます。どれだっけ、これか、これだね。見て、雨攻撃全部5、レベル5、もう連射が2でしょ、貫通、拡散、うん、はい、じゃあこれいきます。360、何が使えるの。あ、え、刺激と強撃だけなんだね。まあ、その二つあれば。やってみて思ったんだけど、雪撃ピン、デフォルトの無限だけでも十分だよね。ああ、何言ってんだ。ボタン間違いだった。なんか、じゃあ交換します。生産。あ、このまま装備しても無理だよね。それじゃ、うわ、かっこいい。これもかっこいいね。これ、でもさ、これだと、確かね、防御スキルが、速射だけなんだよね。だよね。連射か。じゃあ、ちょっとこれでこのままやってみようか。待って、何か入れられるかな。見てなかったの。この食品の百竜。え、あ、作るじゃなくて、生産じゃなくて、なっちゃうか。あ、これいくつ？ 3 だね、3。マジか、3か。うん。あ、段階的に回心率が上がるか。ん？円形攻撃時。どれがいいだろう？ん？あ、これ持ってんね。あ、属性ダメージか。これ弱得だね。でも、タイズそれ狙えないからな、まだ。あれ、これしかないのか。さっきあったね。これか。これ、あれなかった？あ、でも2なのか。これなら、あ、なる紙か。はいはい。これかな、やっぱ。これだって。か、回心率が上昇するぐらいかな。所持数10個。どれ？ちょっと2個ってこれか。で、一応脱着で入れようか。あ、なんか他にも持ってるね。これでいいか。じゃあちょっとね、これで行ってみるね。まあ、やっぱり最強だよね。感じできるね。どうなんでしょうね、でも。もちろん
工事によるあの方じゃない。うん。その装飾品によるよね。一気に。なんか、やっぱり途中すごいよね。1個目と5個目がすごい。あ、4個目がすごい。1500。ああ、だからやっぱり、もう一個入れれば完璧ってことだよね。ちょっと待って。ということはだよ。今、速射しか、連射か、入ってないから、これを、ほんとこっちにすると、何が、これ。弱特対術でしょ。スタミナ。こっちはね、拡散も入るから。属性は関係。あ、竜族だよね。で、竜族も本当に入れたいよね。まあ、とりあえずね、こっちで一回入れてみるか。で、武器だっけね。これでしたか。あ、すごいね、レア竜がこんなに増えた。これで、ね、うん。あの、連射の部分と拡散の部分かが上がるから、超えるんじゃないかな、と思うんですけど、どうでしょう。いや、そんなことないな。あれ、なんで？あれ、いまいちだね。ねえ、低くなっちゃう。どうしてだろう。速射も、拡散も入ってるんだけど。基本的にやっぱり低いのかな。これ。これ弾丸、でも勝手に弾丸、あれ？あ、そうか。これが入ってないんだ。いやー、これ、あ、もうそっか、無理か。ここに入らないもんね。百竜しか。そう。あ、ここに節約をやめて、どれでしたっけ？これだね。うん。これで三三だ。これでね、出るかな。これで両方レベル3だね。はい。これで出るかな。あ、出ないなぁ。出しことないね、これ。あ、いまいちだね。どうしよう、どうしよう。これじゃ最初の方がいいのか。試練場はね、何が足らない？見切りを減らしても、ちょっとね、防具はやっぱりこれ、例えば見切りを減らしてね、あの、まあ、いやでもいいと思うかな。ちょっと調整しないでもいいですね。すぐちょっと無理そうなんで、一応これをセットに入れといて、うん、が多分良かったよね、最初ね。でも1500ぐらいか。氷のタイプに負けてるよね。うん、だね、1500だね。何かが足りない。だからね、あの、なんですか、あの、あれ、ちょっと待って、武器が違う。あ、今これ、え、これ武器違うな。え、これで1500か。今、じゃ1500ぐらい出れば同じってことなんだね。ちょっと間違えました。ごめん。これで、これじゃなかったね。こっちだね。で、スキルは？こっ
活動スキルは竜族になって、はい、あのだから、うん、この酸化貫通を入れたいよね、レベル3をね、どっちかをね。まあ順あれか、やっぱりレベル3のところに入ってる拡散あたりかなが入ってくれれば間違いじゃない、これだね。セット登録して、はい、これでいけるかな。さっきの氷でも、1500だったから、前ね動画で撮った時は1600出たけど、ちょっとそれ何かのね、タイミングによる、あのタイミングが何かのに変わるからね。うんうん、同じぐらいで出てるんだと思います、多分。同じ、単純に弓変えただけでもね。うん。と思います。今、戦略では。戦略では。あ、すごい低い。あ、もしかして、会心なのか？そうかもしれない。はいはい。なるほどね。じゃあ、もう一回戻して、これ含むじゃない、あの、一番火力が出たタイプね。これやってみようじゃん。ああ、やっぱ出るね。まあ、1600出るわ。ということは、まあ、防具はね、やっぱり揃ってないから、防具が、ね、あの、その、両方にセットできるようなのがあればね、いい感じの、ちょっとまた後で調べてみますね。調べて、作ってみる。そうじゃないと、結局ね、この発動が、うん、同じ番まで氷から竜に変えただけだとね、どうしてもまだ、あの、この、拡散か貫通の部分を上げる設定しないと、超えてこないよね。だから、連射のね、レベル1のとことレベル4のところはいいんだけど、他の部分がやっぱり劣っちゃうから、トータルでまだ、あの、私の場合はこういうのがいい。ただ、この辺はね、この5箇所、まあ6箇所か。墓石を含めたね、この辺を変えていくことによって、うん。はい。またね、ちょっとね、今回は、ちょっと時間的に調べるのに、もう時間かかりそうだから、今回はね、あの、ガイアでデルムを倒して、うん、まあ最強の弓だと思います、これもね。はい。お手に入れました。また後でちょっと調整しますね。あ、どこ行っちゃった？いいのか。はい。さすがに合うよね、ほら。あの、防具が今2箇所ついてるじゃないですか。ここね。それと3箇所目になった。あとね、ちょっと防具調べてみる。多分、あの、ついていけばね、あの、いいのがあるはずです、はずです。はい。じゃあ、今回はここまでにします。またね、はい、いいのができたらご紹介したいと思います。はい。じゃあ、またです。バイバイ。